今からね、なんか買いに行くよ。初めてももちゃん前。どういう形にしようか。あ、見て、すごい。エビないの？こんなのもあるよ。あ、ももちゃん、これ、これ美味しくて。缶にパッチがある。これ前食べたやつみたいじゃない？してみる？うん、これがいい。じゃあまずこれ入れますね。はい。これ美味しそうじゃねえ。私、お肉でしょ？そうだ、ね。あ、イクラ。イクラ好きなの？うん。でもこれは食べれるでしょ？食べる。ちょっと。バレたら、そうじゃん。他にどんなのがいいかな？他には、お肉とかは？お肉はいらん？お肉はいらん。硬いで。じゃあ、おもちゃん食べる。キャラメルちゃんが食べて硬く見える。じゃあ他にはどんなのがいいでしょうか。カップラーメンを忘れてませんか。カップラーメン、カップラーメン、カップラーメン。今思いついてるんですけどね。あったあった、そこちっちゃいやつがあるよ。ほら、これこれこれ。あ、もう、あ、ピザチュー可愛い。じゃあ入れるよ。うん。何個？2個？これじゃないんじゃない？こっち側じゃない？あ、そうそう、間違えた。こっちを取ってくれないか。これ3個ぐらいいけるかね。じゃあとりあえず2個入れとこうか。すき焼き。焼き。すき焼きとかいいの？うん、だん。いらんか。次はどうする？まずおやつ見ようかじゃない。うん、父ちゃんもおやつ見てくれるかい？どこ行ってみよう。あ、こっちじゃない？あ、父ちゃん。こっち。キャラメルちゃんっていう名前だからこれでもいいかな。これ？ちっちゃいわ。キャラメルちゃんのキャラメルだもん。いいよ、それでも。じゃあこれか。ミルクキャラメル。うん。と、なんかでも一緒に食べようね。あ、じゃあももちゃんこれにしよう。あとは。これする？うん。よし。もうお菓子はもうこんぐらいでいいかね。いい？父ちゃん持っとこう。あ、じゃあやる。で、とんかつ出といて、君をピッてやるところだったから。じゃあやつも見てみよう。うん。どんなのがいい？え、お菓子？あ、いやいや、食べ物。あ、食べ物。あとジュースも買わんと。イエーイ。食べ物は何がいいかな。今から君がちゃん見てます。
最初に猫見える？猫見えるかな？ちょっと待って、違うから見てたよ。うん、トンカツをそこに行って、あとでトンカツ紹介しようと、猫ちゃんがこれで、それは何かな？猫のお皿だね。猫のお皿と、あといる。なんかわいいじゃん。8枚入ったもんね。え、本当に届ようか、じゃあ。多分本当に入ってると思うよ。7、8。8、ああ、やっぱり8枚入った。取れよしよしよし。よし、行くよ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よく知りました。みなさん、こんにちは。メルちゃんです。今日はキャンプをやります。じゃあちょっとなんかご紹介するんか。うん、じゃあいい？最初に父ちゃん。はい、はい、じゃあ最初に父ちゃんの。何の絵が描いてある？鹿。鹿の絵が描いてある。いつものプラ。プラ。うん。あ、このとこに来てたらかわいそうだよ。分かったよ。ビール来てんだから。次は何だったか、これは待ってよ。あ、貸してもらおう。ピカツオタタチ。ピカツオタタチ。はい。でまずカツオのたたき。じゃあ次はもうシャラバラちゃんが出したエビ。エビの盛り合わせ。甘エビかな。あ、甘エビ。甘いね。で、次がお刺身の盛り合わせ。そうそう、ちょっとよれたけど、次が、刺身の盛り合わせ。これは前回食べたのと同じやつかな。分からん。あ、前回食べたのと一緒。同じかもね。で、いよいよカップラーメン。いよいよ。ちっちゃいから二人でどっちが早く食べれるかやろう。競争するのか。もし買った方には全部もらえるよ。イエーイ。今日お菓子も紹介しちゃう。そうだね、お菓子も紹介しよう。じゃあ、じゃあふわっとエビのせんべい。エビのせんべい、ね、エビのせんべい。エビのせんべい、これ結構美味しそうな。お米でできたやつ。いや、お米だ。うん。じゃあ次がこれで中から取るよ。最初に父ちゃんのお菓子から。えー、父ちゃんいくらだ。あとに分けてあるよ、チャラメルちゃんが。分けてもらおう、チャラメルをね。そうですね。ちょっと待ってよ、鍋取ってくるけどね。最初にどれから食べますか。最初はね、お刺身でしょ。お刺身だろうね。うん、あと、あと甘エビもね。最初に食べるのはね、やかんものじゃん。あ、ももちゃんがお皿選ぶの。父ちゃん、待って待って、そういえばお箸もらってくるの忘れたわ。これでいい？いいよ、別に。じゃあ父ちゃんはこっちでやろうかな。フォーク、赤ちゃんっぽい。赤ちゃんっぽい。ももちゃんが大人っぽい。で、配ってもいい？いいよ。じゃあ、チャラメルちゃんは女の子だから猫にします。で、父ちゃんは男の子だから犬。男の子は犬か。そうか。今日はですね、このキャンプ場に来る前にお魚屋さんがあるでしょう。で、そのお魚屋さんで売られてる醤油で、これがすごく美味しい醤油なんですが、魚屋さん家の醤油。これは通販でも売ってるみたいです。魚屋さんって言ったらいいじゃない。そうそう、魚屋さんの醤油。ちって言ったらいけんじゃん。魚屋さんのお家の醤油ってこと。お家か。そうそう、それはいいよ。それはいいわよ。それはいいよ。これすごいちょっとね、甘めで美味しい、甘めですごく美味しい醤油なんで、ぜひ機会があったら注文してみたらどうかなと思います。それでいいわよ。それでいいよ。すごい。これをやりよる間にご飯を食べとかんと、後でご飯が食べれんくなるでしょう。ご飯作ろうか。ちょっと待ってね。最初にこれから入れる。最初にね、透明だな。ご飯食べよう。こんな感じで。おもちゃん、そんぐらいご飯食べれそう。食べれそう。できるわ。じゃあ、いつものように、はい、炊いていきましょう。炊いていきましょう。じゃあもちゃん、下閉めてもいい？いいよいいよ、閉めとって。
ライター持ってくるの。ちょっとライター持ってこようね。え、これもね、だから。うん。すぐ帰ってくる。この間に、蝶のコップを紹介しましょう。父ちゃんと一緒のコップ。ニューズドライかな。父ちゃんのも、どうしたどうした、なんかしよった今ね、あのコップを2匹ってなってる。あー、コップ紹介しよう。なんで飲むよって言うと父ちゃんも恥ずかしいこと言われるわね。え、父ちゃん、危ない、父ちゃん、カメラ焼けるわよ。じゃあ当てるよ、父ちゃん、これ、シャチのジュース入れよ。ジュース、何のジュースがいい。もうじゃもうさっきから食べたカルピス。そうしようか。じゃあ父ちゃんも入れていいかな、これ。もうじゃ初めてこれで飲むね。ね、初めて。キャラメルちゃんは。キャラメルちゃん。最初にキャラメルちゃん父ちゃんに飲む、これ。ちょっと待ってね。か。せーの。乾杯。うん、美味しい。そしてお醤油入れますよ。はい。カバやらんの。わー、カバ最悪でやってしもうた。父ちゃんの手だからね。じゃあ父ちゃんもその顔にて、ちょっとここにつけなさい。顔ここね。で、最初どれから食べますか。どれから食べようかね。最初肉から食べよう。一緒に食べるよ、父ちゃん。父ちゃん、これお箸がね、今日持ってくるの忘れたっけね。父ちゃんのせいだぞ。よし、行きますよ。はい、せーの。うん。ちょっとこのね、お写真だけ撮らしって。早く食べよう。よし、食べようか。いいよ、父ちゃんも食べなさ。はい。一緒に食べるのよ、あなた。なんだって。一緒に食べるの。父ちゃんも一緒に食べる？うん。同時に？うん、同時に。はい。はい、もう、父ちゃん。どう？わかった、わかった。はい、これです、これ。今度これ？うん。つけて。はい。せーので、ガブッといっちゃいますよ。あ、待って。せーの。うん。サングラス外してもいいんだね。いいよ、今映ってないけ。食べよ、父ちゃん。いいよ、次何でしょう。ありがとう、父ちゃん。じゃあ次はこれですよ。次にする。はい、父ちゃんも取って。はい、父ちゃん。何だろうね、ハマチかな。じゃあ、たっぷり。せーのでいくよ。うん。せーの。うん。これよ。はい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 、はい、これが一番美味しいと思うな、ももちゃんでした。いきますよ、ホタテ。ホタテ、せーの。うん、ちょっと今のところどれが一番美味しい。今のところ全部美味しいけど、どうしようかな。ホタテ、ももちゃん。あ、父ちゃん、じゃあマグロ。それは何だろう。カンパチ、サヨリ。はい、次これ。これが1位だとしたら、これが2位だと思う。うん、いくよ。はい、せーの。ほんとね、やっぱり初めての味かもしれん。ほんと、次は一番最後よ、これ。これが絶対2位。よし、いいね、これが2位で。どうだろう、とりあえず食べてみようか。いくよ、今度は最後、タイ。いくよ、せーの。やっぱこれがいい。うん、なんか甘くて美味しいね、これ。もう自由に食べた方がいい、父ちゃん。え、なんだって。自由に食べた方がいい。いや、それはもう父ちゃんが自由に食べたいんですけど。いや、もう食べちゃったでいい。自由に食べるんで、早いもん勝ち。早いもん勝ち。
はい、あ、もうホタテがなくなっとるじゃん、うん、そんなこと言う前にホタテ先に食べちゃおうと思ったあら、それ父ちゃんが好きなやつだ父ちゃんが好きなやつから先に食べようとしたのかな、もしかしてなんてことだ。じゃあ父ちゃんイカ全部食べちゃうのかな、これあ、父ちゃんの食べられたまるのわー食べられた。もうマグロも取ってこんわ。2位はどっち？どっち？父ちゃんはね、2位こっちだったから。あれ？そうだった。うわわわわ。そっちも惜しかったのにから取られた。あ、じゃあ父ちゃんこっち食べよう、このね、これカツオの。ダメでしょ。カツオのたたき。こっちも食べられるの。全部どんな味が食べたいもん。あ、どんな味か見てみたいってこと。やってよ。それはね。やってよ。父ちゃんが全部食べちゃった。それ裏側にしてからボタって全部こぼさんとって大丈夫？大丈夫。俺らもじゃあんなに食わねえだよ。ビタビタビタってなるかしら。反対側にしてしもうたなって。トータの席に誰か座っとるんですけど。見て。え？ちょっと待って。トータの席誰が座ったの？わあ。とんかつ。どういうこと？やられたやられたとんかつも。ねえ、いつもやられます。一日何回やられる？一日？20回ぐらいやられる。このね、カツオのね、たたきをね、あの高知県っていうところがあって、そこで食べたらね、すごく美味しいね。父ちゃん何回か食べに行ったけどね、覚えてないかな。覚えてない。もうちょっとでご飯ができるけんね。じゃあ、これはカップラーメンは